正解、白銀浸水。リチウムイオン電池の能力、過去の潜水艦の歴史。現在、世界では多くの人工衛星が打ち上げられている。日本でも情報収集衛星という名で衛星を打ち上げており、宇宙から地上の様子を監視できるようになっている。つまり海上に浮かんでいる艦艇は宇宙から丸見えの状態になっているということになる。艦艇は母港を出港した時点でその情報は筒抜けになり、行動や編成も暴露されるため、海上に存在する艦艇は軍事衛星からは逃れることはできない。しかしただ一つ、その監視が不可能なビークルがある。それが潜水艦だ。ほとんどを海中で行動し、海上に姿を現さない潜水艦は軍事衛星から撮影される確率はかなり低い。周囲を海に囲まれている日本を攻めるには、その海の制海権を取る必要がある。日本の潜水艦はその静粛性や戦術など世界トップレベルとも言われており、白銀はリチウムイオン電池、光ファイバーソーナー、女性乗組員の採用など新たな取り組みが行われている。今回は最新鋭潜水艦白銀の能力やリチウムイオン電池によるメリット、また海上自衛隊の潜水艦の歴史について解説していこう。新型潜水艦白銀が進水。海上自衛隊の新型潜水艦白銀は、旧海軍の潜水母艦大銀が名前の由来となっている。白銀とは白いマッコウクジラを表している。この艦の命名については海上自衛隊の各部隊から募集が行われた。白銀は現在海上自衛隊が保有している双流型潜水艦の後継艦にあたる最新鋭の大銀型潜水艦の2番艦である。基準排水量3000トン、全長84メートル、全幅 9.1メートル、深さ 10.4メートル、建造費約720億円、乗員約70人の海上自衛隊最大の潜水艦であり、世界でも最大級のディーゼル潜水艦である。飛行は2019年1月25日で、2023年3月に引き渡し予定である。1番艦の大銀から海上自衛隊初となる女性の潜水艦乗組員が搭乗しているのが特徴で、女性隊員用の寝室やシャワー室も完備されている。最近の女性自衛官の進出は目覚ましく、女性パイロット、女性艦長などがすでに活躍している。一昔前まではプライベートの問題もあり、狭い潜水艦で女性が一緒に勤務するということはまず考えられなかったことである。しかし少子化で隊員確保が困難な自衛隊にとっては貴重な戦力であることは間違いない。主機関はディーゼルエンジンとリチウムイオン電池を組み合わせたもので、潜水艦では世界初となる方式が採用されているのが特徴だ。双流型と比べると高性能シュノーケルを装備したことにより静粛性が高まっており、光ファイバーを使用したソナーシステムにより探知能力も向上している。兵装は533ミリ魚雷発射管を6門装備し、最新式の18式魚雷と対艦ミサイルハープーンを搭載可能である。18式魚雷は89式魚雷の後継であり、音響画像センサーやアクティブ磁気近接起爆装置を搭載しており、2022年2月に導入予定である。またおとり魚雷デコイを発射する潜水艦魚雷防御システムも搭載している。潜水艦基地は横須賀と呉の2カ所しかないが、収益後の配備先は現在未定である。今後の任務においてはその隠密性を生かして日本周辺海域における監視活動を行い、有事になれば水中において相手の艦艇を待ち受けて攻撃をする役目を負っている。世界初のリチウムイオン電池動力とは、欧流から導入されたのが世界初となるリチウムイオン電池による動力である。リチウムイオン電池のメリットは、従来の AIP エンジンより速い速度で航行することが可能なことだ。
操流型に採用されていた AIP エンジンは艦内タンクに貯蔵された液体酸素を高圧酸素とし、ケロシンを燃料として使用している。しかしこれは水中航行時間を延ばすものであり、あくまで補助動力として使われる。 AIP エンジンは水中から低速で敵艦に忍び寄り、攻撃を仕掛ける待ち伏せ攻撃には適しているが、攻撃を仕掛けた後、居場所を知られた潜水艦は速度が遅いために反撃から逃れることが困難になる。2つ目のメリットは充電時間を短縮できる点だ。リチウムイオン電池は従来の鉛蓄電池よりも充電時間が短くて済む。通常型動力潜水艦はどうしても電池の充電のためにシュノーケルと呼ばれる吸気管を海面上に出して空気を取り入れ、エンジンを回す必要がある。当然これでは敵のレーダーに捉えられて発見される危険性があり、なおかつエンジン音が発生するため静粛性が低下する。リチウムイオン電池はこれに要する時間を短縮できることが大きなメリットといえる。3つ目のメリットとして水素ガスが発生しない点が挙げられる。従来の潜水艦で使用されている鉛蓄電池では、もし何らかの原因で浸水し海水が電池に触れると大量の水素ガスが発生して乗員たちが危険な目に遭う恐れがある。リチウムイオン電池ではそのような水素ガスが発生しないことが安全面でも有利といえる。4つ目のメリットは構造が簡単であるということだ。双流型ではバッテリーの充電のためのディーゼルエンジンの他に AIP エンジンを搭載する必要があったために構造が複雑であった。それが本来のディーゼルエンジンプラス電池の構造となり、整備が簡単になった。デメリットについては現時点ではまだ明確にはなっていないが、さらなる性能の向上を図っていく必要があると思われる。ただしアメリカ海軍はリチウムイオン電池は火災の危険性があるという理由などから、その安全性には懐疑的である。海上自衛隊の潜水艦は今まで16隻体制を維持してきたが、それが一気に6隻も増強され、一番艦の大鯨で22隻体制となった。これには大きな意味がある。近年の中国海軍の増強ぶりには目を見張るものがある。今までのように軍艦の数は多いが大部分は旧式艦ばかりと言われていた頃とは違って、近代化した軍艦を続々と建造し、今では空母やイージス艦に匹敵する連配級という駆逐艦も保有している。性能面においても脅威となる存在になっているのは間違いなく、もはや海上自衛隊が優勢と呼ばれていたのは過去の話になりつつあるというのが現状だ。しかしその成長著しい中国海軍にも弱点がある。それは対潜水艦能力が低いということだ。中国海軍は広域での海中の潜水艦を捜索する対潜哨戒機をほとんど保有していない。これはつまり事前に周辺海域に敵潜水艦が潜んでいる確認ができないということであり、日本の潜水艦が艦隊に近づいてくるまで探知は困難であるということになる。いかに空母をはじめとする強力な艦隊を派遣しようとも、海中に潜んでいる潜水艦から突如として奇襲攻撃をかけられるのは相手にとって大きな脅威となる。つまり日本にとって22隻の潜水艦は重要な抑止力となるのだ。海上自衛隊の潜水艦の歴史。海上自衛隊の潜水艦は昭和30年アメリカ海軍のガトー級潜水艦ミンゴを貸与されて黒潮と命名して保有したのが始まりである。そして昭和34年に国産潜水艦親潮が建造され、本格的な運用は1970年代以降になる。当時は日本海から太平洋へ進出しようとするソ連海軍に対して津軽、宗谷、対馬の三海峡を主に監視する役目を担っていた。潜水艦の形状は当初は船の形に近かったものが、やがては水中で行動しやすいように丸みを帯びた累滴型潜水艦に改良され、渦潮型がこれにあたる。
渦潮型の次に就役したのが80式魚雷ハープーンミサイル、曳航ソナーを搭載した有潮型である。1993年には静粛性が改善され、89式魚雷を搭載した春潮型が登場する。1998年、船体が累積型から葉巻型に変更された親潮型が登場し、船体全体をゴム張りにすることにより敵のソナー音の反射を抑え、静粛性が向上した。さらにソナーの性能向上、システム自動化による人員削減も行われている。その後2009年に双流型が登場し、 AIP 非待機依存推進装置を搭載したことにより潜航時間が大幅に向上した。また舵が十字型から X 字型に変更されたことにより、水中での旋回性能が格段に向上した。潜水艦の命名については、今までは海の事象や湖に関する名が付けられていたが、双流型以降は想像上の動物の名が付けられるようになっている。また双流型の8番艦である赤龍より、対魚雷用防御装置デコイと呼ばれるおとり魚雷発射装置が搭載されている。そして2020年、双流型の11番艦王龍から AIP エンジンを取りやめ、鉛蓄電池から世界初のリチウムイオン電池に変更。バッテリーで有名な GS 湯浅が防衛装備庁と契約し、潜水艦用リチウムイオン電池の開発を行った。これにより水中での移動速度が大幅に向上しており、将来的には潜水艦発射巡航ミサイルの搭載も検討されている。潜水艦による抑止力。中国メディアは最新鋭の潜水艦白鯨が浸水したことを警戒、日本最強の潜水艦が浸水との見出しで伝えている。一番艦の大鯨は試験潜水艦になることから、実運用型としては最初の艦といえる。収益は2023年3月の予定で、日本の潜水艦技術の結晶ともいえる最新鋭艦である。周りを海で囲まれた海洋国である日本にとって、潜水艦は非常に重要な戦力である。一方北朝鮮は潜水艦発射弾道ミサイル SLBM の発射実験を行っており、中国の海洋進出も年々激しくなっている。日本に対して侵略を企む国の艦隊にとって、どこに潜みどこから攻撃してくるかわからない潜水艦の存在はとてつもない脅威となる。攻撃すればこちらも大きな被害を被るかもしれない。侵略はやめた方が良さそうだと相手に思わせる。これが抑止力だ。海上自衛隊の潜水艦はこれからもその重要な役目を背負っていく。